こんにちは、ブルーホースです。今日は仕事に関する心理学のお話をしていきましょうね。もう3月になって就活も解禁されてきて、いろんなことをこう仕事ね探していると思うんですけれども、まあ今はそのまあオンラインで今年なんかは説明会とかやってるんですかね。で、まあ、そんな中で、こう、どの会社に就こうかなとか、まあ、ちょっと4月になるから心機一転転職もしてみようかなっていうことを考えている方々がいらっしゃるかと思うんですけれども、仕事を選ぶ基準って皆さんどうされてますかね。で、今日はその仕事選びの中で、仕事は好きなものを選び、好きなもので選ぶ方がいいのかどうか、っていうことを掘り下げていきたいと思いますので、まあ、今日の話はですね、ぜひ就活とか転職活動の、まあ、役に立ててもらえたらいいかなと思います。で、今日の、まあ、その中テーマとしてはですね、情熱を注ぎると危ないんじゃないかっていう話です。で、成功者の本の中に書かれているのは、まあ、そのね、仕事に関してね、好きなことを仕事にしようとか、情熱的に頑張ろうっていうことが、まあ、本の帯とか、まあ、目次によく書かれていますよね。で、これ自体っていうのは実は、ね、なんか危険だっていうから悪いことなんじゃねえかって、こう、ブルホス書くかもしれないと思ったかもしれないんですが、そうじゃなくて、実は心理学的に穴がち間違いじゃないんですよね。穴が間違いじゃないらしいんですよね。で、好きかどうかとか、その仕事をやる意味があるかどうかっていうのを感じられることでないと、もう仕事なんてしたくなくなっちゃうんですよね。だから体を突き動かすためには、まあ、心も健全に保つためには、前向きな感情っていうのは当然必要なんですよね。まあ、ここなんですよ。ところが、仕事に情熱なんて持てないとか、好きになれるわけなんてないって、そう思う人もいて当然だと思います。で、それに関しての対策っていうのをまず紹介をしておきます。はい。で、別に仕事を好きになるなんていうのは、ならなくていいんですよ。もう嫌いなもん嫌いなんですよね。食事と一緒ですよ。嫌いなもん嫌いだし、嫌いな人は嫌いだしと。だから、今の仕事の捉え方、っていうのを変えていく方がいいですよと。だから好きになるって感情の問題とは別で、例えばこの仕事で得られるスキルや知識ってのは一体何がある、それを得るために頑張ってみようとか、人生において必要なことがこの仕事にあるかって、あ、こういう部分が必要だなっていうのがあれば、それを目指して頑張っていくと。で、この仕事を続けると周りへの影響はどうなる、一緒に働いている同僚は生き生きする、お客さんは感謝する、お客さんは利益を上げられるとか、幸せな家庭を築くことができるとかっていうことを考えて、あ、じゃあそのために頑張ろうなどなど、仕事を超えた先に何があるか、自分は何を得られるのか、周りに何を与えることができるのかっていうのを考えてやっていきましょうということです。で、これはまあそのなんて言うんでしょうね、仕事を好き云々とかって話、今回の危ないとかっていう話ではないので、そろそろメインディッシュの話に行きたいと思います。はい。で、今回は、情熱を仕事で持ちすぎるとやばいですよ、好きになりすぎるとやばいですよっていう話をしているので、そっちにシフト戻していきますね。あ、シフトじゃない、ベクトル戻していきますね。で、これはオックスフォード大学ですね、の実験があって、その男女にインタビューをまずしました。で、インタビューのを受けていただいた方々に関しては、大変な仕事をしている割に低賃金で働いている人たちです。で、それこそもう好きじゃないとやってられないような仕事に携わっている方々にインタビューをしてみました。で、そのインタビュー結果、参加者の働き方っていうのが3パターンに分かれたんですね。はい。アイデンティティ思考、貢献思考、実践思考のこの3つなんですね。じゃあ、それぞれ見ていくと、アイデンティティ思考は何かっていうと、自分はもうこの仕事が好きでたまらへんっていう、好きなことを仕事にするタイプの人たちです。で、貢献思考っていうのは、もうこの仕事で社会貢献するぞっていう、もう情熱的なタイプですね。仕事には情熱をっていうタイプです。で、実践思考っていうのは、仕事は仕事と割り切ると。で、これはさらに2つに枝分かれして、プロ意識が高いからやってるのか、それとも自分の能力がもうそれに意味合ってるからやっているのかっていうところです。はい。この3つのパターンに分かれたんですね。で、この3つのパターンにそれぞれ分かれたインタビューに答えていただいた人たちを追いかけてみてみると、なんとですね、実践志向の人たちの方が仕事が長続きしたっていう結果が出たんですよね。で、しかも長続き、仕事を長く続けただけじゃなくて、スキルの向上も最も高かったっていう事実があるんですよ。で、好きだからやってるとか、情熱があるからやっているっていうよりも、上達が早くて、やめないっていう結果が出たんですね。これ結構驚きですよね。好きだから
なんて言うんでしょう、続けよう、やろう、頑張ろうって思うのかと思いきや、実はそうじゃなかったってことなんですね。じゃあアイデンティティ思考、好きだから仕事やってるんですとか、貢献、もう情熱的に仕事頑張りますっていう人たちはどうなったかっていうと、情熱がありすぎてしまったりとか、好きすぎてしまうがゆえに、理想、自分のやってる仕事ってこういうことに貢献してるよなとか、こういう自分になれるだろうなっていう思い込みとか思いが強すぎて、現実とのギャップに耐えきれなくなってしまうんですよね。だから好きで仕事ができている人たちっていうのは理想と現実が一致してるんですよ。ところが多くの場合、その現実と理想っていうのがギャップが生まれてしまうケースが多いので、結果仕事におけるストレスっていうのに耐えきれなくなってしまって、ある程度もうこんだけ頑張ったからいいかなと思って燃え尽きてしまうんですね。バーンアウトと呼ばれるやつです。もしくは好きすぎたギャップからもう全然現実が違いすぎて、急にもう嫌やって嫌いになることもケースとしてありえます。でこれって恋愛と一緒だと思うんですね。僕個人はで、めちゃくちゃ好きな相手があなたにいますと、で思い切って好きです、付き合ってくださいって、告白の仕方はちなみに好きですっていうパターンと付き合ってくださいっていうパターンと、好きです付き合ってくださいっていう3つのパターンで言ったら、3つ目の好きです付き合ってくださいっていうパターンが一番告白の成功率高いので、ぜひ試してみてください。何の話やね。はい。ところが、実際付き合い始めてみると、これ結婚でも同じと思うんですが、だんだん相手の嫌なところが見えてくると思うんですよね。はい。で、付き合う前の理想の相手と現実の付き合ってる相手のギャップで、なんか急に冷めてしまうことってないですかね。なんか理想の彼氏だったら、もう綺麗な服を毎回着てきて、で、素敵なお店に連れてってくれて、デートプランが完璧で、で私生活でもこう早寝早起きしたりとか、物を整理整頓するとか、ところが食事をするときにちょっと食べ方がくちゃくちゃしてて汚いとか、整理整頓するどころかなんかもう脱いだ靴下が部屋の中に捨てっぱなしみたいになってるとか、そういうのを見た瞬間になんかこの人と生活していく自信ないわーってなって急に冷めてしまうことってありません？はい。で結局破局を迎えちゃうということなんですね。なので仕事探しにしろ恋愛にしろ、ほどほどの愛情と情熱を持つ方がいいですよっていうことなんですよ。だからなんていうんですかね、好きをあまりにも度外視しすぎて、なんかそのある種メリットっていうのを追いかけてしまうがゆえに、妥協で仕事を選んだりとか、妥協で相手を選ぶっていうのもこれまた良くないっていうことなんで、そこそこ好きです、そこそこ熱持てますっていう相手とか仕事を選ぶ方がいいということです。ただしそれが愛情情熱が先行してしまうと逆にギャップにやられてしまうんで、バランスを保ちましょうねっていうことです。はい。愛するよりも愛される方がいいっすよね。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。